はい、こんばんは、もか太郎です。今回はですね、マインクラフトをやろうと思っていたんですが、ちょっと以前ですね、私今撮影しているカメラがですね、パナソニックさんの GH4 というカメラを使用しているんですが、画面ノイズっていうのがあるんですよね。すいません、慣れてなくてすいません。私の動画にはですね、画面ノイズが結構あるみたいで、その画面ノイズっていうのは何なのかっていうと、画面ノイズって何ですかね。ちょっと調べてみます。ノイズ。ざらついたような感じ。滑らかではないってことですかね。荒々しい画像だっていう感じですよね。結構いろんなノイズの種類があって、私の動画では多分おそらくなんですけど、なんとなく分かってるんですよ。明るすぎるよね、多分。白飛びするっていう感じなのかな。明るすぎて色が飛んじゃう感じ。照明が強すぎてお化粧の色が飛んじゃったりする感じですよね、多分。それなのかな。で、私この GH4 というカメラが初めての一眼デビューになるので、まだ全然使い始めて3ヶ月未満ですね。まだ一眼のカメラを使う歴がまだ3ヶ月未満なので、ちょっと、すいません、ほんとすいません。詳しい方から見るとあ、もったいないなーって思われますよね。すいません、ちょっと勉強していきます。で、その画面ノイズが起きる原因っていうのは、カメラ自体の設定もそうなんですが、カメラとは別の照明機器が強すぎちゃったり合ってなかったりして、白飛びをしてしまう原因の一つになってしまうそうで、今照明は使ってないです。今ちょっとテストで照明は使わないようにしてます。なのでいつもより暗いですよね。暗いと思います。で、一眼のカメラにはですね、 ISO っていう機能があって、この ISO っていう名称、呼び方も結構人によって変わるんですよね。 ISO とも言うし、そのまま ISO って呼ぶ方もいるそうなんですが、どっちかっていうと ISO の方が短いから ISO って呼ぶ方も多いそうです。あ、でも ISO っていう人結構多いですね。 ISO 何々って言うんですって。要するに好きなように呼びなさいっていうことですね。 ISO と呼んでもいいし、ISO と呼んでもいいし、感度と呼んでもいいということですね。世界的には ISO ですね。 ISO と読むのは日本だけのようです。はい、じゃあ分かりました。 ISO と呼びましょう。で、その ISO っていうのが何なのかっていうと、フィルムの感度のようです。シャッター速度っていう感じなんですかね。カシャ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 っていう感じかな。うん、その ISO っていう数値を上げれば上がるほど、その映っている画面が明るくなる感じなんですね。要するに ISO っていうのは、暗いシーンを明るく撮影できたりすることができる機能ということですね。結果的に今撮影している状態は、ご指摘いただいた通り ISO を低くして、他に明るさをちょこっと上げてます。気持ちちょこっと上げてるので、でもいつもよりは暗い感じに見えると思うんですね。これだけで画面ノイズが少しでも軽減されれば嬉しいんですけど、そんなうまくいかないですよね。一眼のカメラってものすごく難しそうなイメージがあるので、そんなことで画面ノイズ解消できたら苦労しないですよね。じゃあ ISO を上げれば上げるほど何が起こるのかっていうと、 ISO を上げると明るく撮影できる。で、シャッターの速度を上げることができるっていう、この2点が ISO の機能の中には含まれているわけですよね。ただその反面、 ISO を上げすぎると致命的とも言える弱点があるそうなんです。で、その弱点っていうのが、夜間の動物撮影の時によくある、なんかこうチカ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 ってしてるあれが起こる。なんかザラついたような、夜間の動物撮影ってものすごく暗いところでも明るく見えるように撮ってるでしょ。で、その時にさ、チカ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 ってなってますよね。あれが画面ノイズ。それが多分ノイズなんですよ。ザラついた見づらいやつですよね、きっと。だから ISO を上げるということは明るく撮れますが、その分その画面ノイズが出てしまう代償があるということですよね。じゃあ、あんまり上げすぎるのは良くないということですね。はい、分かってきました。ということは、その ISO の位、この ISO 値はノイズが起こりますっていう範囲と、ノイズが起こらない範囲のこの真ん中のちょうどいいところを狙うっていう感じなんですね。あ、その画面ノイズっていうのは、ゲインノイズって言われているノイズかもしれないです。ゲインノイズっていうのはあれですね、後でここら辺に出しておきます。これがゲインノイズ。上がゲインノイズが起きてない状態。
で下が大幅に原因ノイズが起きている状態、こんな感じですね。これを原因ノイズと呼ぶそうです。はい。ではその ISO とうまくお付き合いをしたい場合はどうしたらいいかというと、 ISO 値が200程度ならばノイズとも共存できることが多いというふうな記事を読みました。でね、今多分 ISO 値いくらだろうな今 ISO 値が1600ですね。ちょっと非常に 高いね。記事では ISO 値が200程度ならばノイズとも共存できることが多いと書いてあるんですが、今ね私確認しましたら、今のこの設定はね ISO 値が1600なんですよ。半端じゃないですね。だからこの記事よりも8倍高くしているということですね。じゃあちょっと下げてみようか。じゃあどうしようかな。200程度ならば思い切って ISO を400や800まで上げてみるのも一つの手ではある。400や800までって書いてあります。400や800までで私1600ですよ。あーすごいね。あ、最近発売されたデジタル一眼レフの中には ISO を1600にしてもなんとか実用範囲として使うことができるものもある。いや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 、じゃあ一回ちょっと ISO 値を変えてみましょう。変えるよ今。おお、今800にしました。 ISO 値を800にしました。ものすごい暗いですねこれ。結構暗いね。でこれを明るく撮りたい場合っていうのは、むしろこれぐらいが普通なんですかね。暗いね。ホワイトバランスがマックスで ISO 値が800ですね。がこんな感じ、こんな感じです。どうですか、どうですか暗いね、暗いね。800の暗さです。これ800の暗さどうですか。でも画面のノイズないですかね。多分エンコードをしないとわからないんですが、結構暗いですね。はい、じゃあ ISO 値を少し上げてみます。現在今800です。上げます。1600、800、400、400、すごい、なんかクマすごいな私。はい、これが ISO 値400です。こんなんでいいんですかね。暗くないですか、だいぶ。あ、ここで照明を使うのかな、多分違うかな。暗いね、すごい暗い。でこれ400ね。 ISO 値400です。これがで800にします。ISO 値を、はい、800にしますよ。 ISO 値を、はい、これが800です。 ISO 値800です。これ今800ね。でちょっと上げてみます。はい、1600。どうですかね。400、800、1600。現在今 ISO が1600です。どうですかね。で今まで ISO どういう感じだったのかっていうと、自動モードにしてました。 ISO 自動にしてました。どうですかね。やだ、1600やですかね。だからノイズを出さないためには ISO をできるだけ低くして、ここら辺に照明をつけてあげれば画面ノイズがなく撮影できるということですよね。でアドバイスをいただいた中でですね、ISO は3200を超えない範囲で調節した方がいいかもしれませんというふうにおっしゃっていただいて、とりあえず1600でどうですかね。1600で、私結構クマひどいのでそれを吹き飛ばしてたんですよ、照明で今まで本当にクマすごいんですよ。私クマ半端じゃないんですよ。お化粧取るとね、ここら辺すごいよ、もうガッて入ってる、ガッて入ってる感じなんで。どうですかね、今ちょっと明るすぎるかな。明るさがマックスになってるので、ホワイトバランスっていうんだよねこれ。ホワイトバランスを下げます。ほらすごいでしょ、クマすごいでしょ。はい、今明るさ0になりました。ホワイトバランス0の ISO が1600の状態です。どうですかね、結構暗いですかね。暗いね。どうなんですかね。じゃあちょっとホワイトバランス上げます。ホワイトバランスを 0.5 上げます。で今 0.5 上げました。じゃあ今度1まで上げます。 0.5、0.5 で加算されていく感じですね。で今ホワイトバランスが1の
ISO が1600の状態ですね。でこれをちょっと上げていきましょう。今 1.5 です。明るさ 1.5、 ISO を1600で2まで上げます。はい、これが2まで上げました。ホワイトバランス2まで上げて ISO が1600。うん、はい、じゃあこちらがホワイトバランス 2.5 になります。どうですかね。これ大変ですね。大変だこりゃ。はい、じゃあこちらがホワイトバランス3ですね。ホワイトバランス3の ISO が1600ですね。うん、私的にはあのクマが結構ひどいので3ぐらいにしたいぐらいの勢いなんですが、どうなんですかね。おお、これは大変だ。一眼の設定ってこんなに大変なんですね。でも面白いです。なんかこういろいろ調整できるのが楽しいんですよね、一眼って。すごいです、すごい。はい、じゃあこんな感じですかね。で今現状がホワイトバランス3の ISO 値が1600の状態になります。でもしこの感じでいいよって言われたらこの設定でやっていきたいと思います。ちなみにね、今朝方の4時なので結構暗いですね。まあ、外で撮ってるわけじゃないので、室内なので室内の照明のあれがあれなんですよね、きっと。で今の状態でもしあのちょっと良くないよっていう風なところがあれば気兼ねなくおっしゃっていただけると幸いでございます。はい、じゃあこんな感じでとりあえずね、あのこの後マインクラフトの収録をしようかと思っているのですが、その前にね、まず画面ノイズの件のご指摘を受けたので、ちょこっとね、あの素人なりに調べてみたという動画でした。これからね、いろいろあのエンコードの、 あの一番綺麗にノイズがないようにエンコードできるにはどうしたらいいかとか、これから調べていく感じでございます。はい、で私の周りでですね、あの一眼を使っている方がまずいなくてですね、ほとんど全部一人で調べて荒々しく使ってしまっている状況なので、お詳しい諸先輩方がビシビシこう厳しく言っていただけるととても助かります。であんまり強く言わないでね、怖いから。あんまり強く言わないでね、柔らかい感じ、マシュマロぐらいな感じでおっしゃっていただけたら嬉しいです。冗談ですよ、ビシビシ言っちゃって大丈夫です。はい、まあ、これから覚えなきゃいけないことがたくさんあるのですが、一つ一つクリアしていきたいと思います。 Adobe Premiere の方は今のところ4割ぐらい理解できました。でアフターエフェクトはまだゼロ、まだ触ってないです。でサウンドの方が Adobe のなんか音を編集するやつ、なんだっけ名前忘れちゃったけど、 Adobe のオーディオのやつは2割で、 Photoshop がだいたい2割っていう感じですね、内訳としたら。それで Photoshop でサムネイルを作るとね、あのご指摘あったんですけど、すごいなんか太って見えるよっていうご指摘も受けてるので、あのできるだけね、こうキュッとキュッとね作っていけたらなと思います。多分それはサイズだと思うんで、サイズが分かればね、あの解消できると思うんですが、で、ね、結構伸ばしてたみたいだよ、太って見えるよって。いいんですけどね、太ってても。ただあまりにもね、こうビヨーンってなってるのでご指摘受けまして、今度はゆっくりやっていこうかと思います。だからこの動画のサムネイルで試せばいいんだよね、それは。こうキュッとね、キュッとやればいいんだよね。はい、ということでこんな感じで今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ノイズないですかね、大丈夫。ちょっとエンコードしてから見直してみます。